なよろテレビ中継局は、北海道なよろしとなみのなよろ山にあるテレビ、中継局である。ここでは同地に設置されている NHKFM、放送の中継局と同地での設置ではないが、コミュニティ FM 局の FM なよろの送信書についても、便宜上ここで記載する。なよろテレビ中継局なよろテレビ中継局。ここでは、便宜上、コミュニティ FM 局の FM なよの送信所も、 同時記載する。そのため、アナログ放送設備のみ設置されていた、HBC アナログ中継局は2011年7月24日の、定波をもって、運用を終えた。また、STV アナログ中継局は、STV ラジオ単独の中継局となった。STV アナログ中継局はもともと STV が、テレビラジオ兼営局だった時代に設置されたものである。ABCDEFGHI。 北海道内の地上デジタル放送の開局状況。総務省、北海道総合通信局、2018年5月26日閲覧。ABC なよろ、新聞社地域ニュースハット ABC なよろ、新聞社地域ニュースハット ABC2012 年5月10日付の、北海道新聞の同北版、なよろ、死別で、TVH 視聴可能により日本放送協会編。 NHK 年間1962日本放送出版協会1961年376ページ札幌テレビ放送創立50周年記念事業推進室編札幌テレビ放送50年の歩み札幌テレビ放送2008年329ページ北海道放送編北海道放送30年北海道放送1982年 741ページ。日本放送協会編。NHK 年間64。日本放送出版協会。1964年。222ページ。日本民間放送連盟。日本放送年間73地役者。1974年。27ページ。日本民間放送連盟。日本放送年間74地役者。1974年。27ページ。 日本放送協会総合放送文化研究所放送誌編集室 NHK 年間69日本放送出版協会1969年226ページ日本放送協会編 NHK 年間66日本放送出版協会1966年208ページありがとうございます。